ら、マリナさん、こんにちは。こんにちは、千里ちゃんも今帰り？はい、少しレッスンが長引いてしまって。そっか、それはお疲れ様。あ、もうすぐ雨が降りそうだから、急いで帰った方がいいかもしれないよ。そういえばそうですね。天気予報でも夕方から降ると言っていましたし。でも、少しだけ降ってほしいとは思っているんです、私。え？どうして？実は今日、新しい傘を持ってきたんですよ。なるほど。それは確かに早く使いたくなっちゃうね。傘って雨の日にしかお披露目できないし。そうなんです。この間イブちゃんたちとアジサイ公園へ行ったのですが、イブちゃんがお気に入りの傘を持ってきていて、すごく楽しそうだったんです。それで私も新しいものをつい。へえ、その気持ちすっごくわかるな。雨の中に咲くアジサイとそこに広がる傘がとても綺麗だったので。雨の中のアジサイか、なんだかすっごく雰囲気があるね。そうなんです。雨の静けさや雨露に濡れたアジサイの鮮やかさ、雨ならではの楽しみがあると知ることができました。そっか、千里ちゃんの話を聞いてたら、なんだか私も雨が楽しみになってきちゃったよ。新しい傘を買ったのは雨を楽しむための一歩かもしれないですね。それじゃあ早く雨が降るといいね。ってやっぱりちょっと変な感じがするかも。そうですね。あ、もうこんな時間、引き止めちゃってごめんね。いえ、こちらこそ話し込んですみません。でもおかげで新しい傘を使えそうです。お二人も気をつけて帰ってくださいね。うん、ありがとう。それじゃあまたね。はい、お疲れ様でした。